世界のジャパンチャンネルへようこそ。日本においても何かと話題になる韓国の少女像。この少女像は慰安婦問題の解決を求めて毎週水曜日にソウルの旧日本大使館前で開催されている集会の1000回目を記念して2011年12月14日同大使館前に初めて設置されました。しかしそんな少女像に最近ある異変が起きているようです。今回は相次ぐ少女像毀損事件に関する話題をご紹介します。毎年3月1日に韓国で行われる三一節、これは日本統治時代の1919年に日本からの独立を求めて起きた民衆デモ、三一運動を記念する日で韓国で祝日に指定されています。ちなみに韓国憲法の冒頭では、悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は三一運動で購入されたというように、三一運動の重要性を強調しています。この日は全国各地に韓国の国旗である太極旗が翻り、広場や公園においては式典やイベントが行われ、さらには大統領の記念演説が行われたりと、独立万歳運動を導いた民族代表をはじめ、独立運動で重視した人たちを追悼、哀悼する記念行事が行われるのです。以前その3月1日に日韓問題にもなっている少女像の服が切り裂かれているという事件が発覚し、韓国で大きな話題になっていました。毀損されていたのは三一節の記念行事が行われる場所の目の前にある少女像で、韓国中央部のセジョン市というソウルの南東に位置する都市にあるセジョン湖水公園に置かれたものでした。この少女像を監視するカメラはなく、毀損を発見した市民団体は警察に対して周辺にある監視カメラを調べるよう要請したそうです。この事件は発覚当初、韓国生まれの日本人が行ったと報道されましたが、その後の調べで犯人は韓国人であり、歪曲された報道だったとされています。なぜ日本人が行ったと言われたのかは不明ですが、反日の国民が真実ではない情報を発信したとも言われているのだとか。ユン・ソンニョル政権になってから親日派が増加していることも関係があると韓国政府は見ているようですが、実際のところはわからないままのようです。ただ少女像の毀損事件は、このセジョン湖水公園の他に中西南道ホンソン郡という場所でも発生しています。そしてこれらの事件も少女像本体が傷つけられているのを三一節当日に市民団体によって発見されたのです。韓国で立て続けに起きている少女像毀損事件、現在の韓国では一体何が起きているのでしょうか。この話題に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。結局犯人は日本人じゃなかったのか。この国に生まれたら、あの像にいたずらをしたらどうなるかくらいわかるだろう。若い人の反抗っぽいな。前にもあったよね、こんなような事件。確か慰安婦像の見た目がひどいから落書きしたんだっけ。今回の犯行理由は何なんだろう。どんなやつでも関係ないよ。どっちみち頭がいかれてるやつだ。気にするだけ時間の無駄だぞ。その通りだね。こんなことをする時点でまともなやつじゃないというのは明らかだ。ただでさえタブーな少女像の服を切り裂こうと思う気持ちがわからないね。こいつは慰安婦像が何なのかもわかっていないのか。そんなやつは韓国人ではない。韓国から追放してしまえ。先人の気持ちを考えられない奴が一番嫌いだ。出たよ、偏った思想を持つ上の世代。もういいって、この像は全部撤去してくれよ。
こんな人間が韓国にいるということが情けない。しっかりと歴史を勉強していれば、こんな行動にはならないはずだ。あなたが歴史を勉強した方がいいと思いますよ。これが韓国という国の今のレベルだよ。セジョン湖水公園には親日派のゴミがかなりいるようだ。ここは世界で唯一、慰安婦像の名誉を3回も毀損させた地域だからな。こんな像があったら、そもそもいたずらされるだろ。だから置かなきゃいいんだって。同じ韓国人として恥ずかしいよ。これは常識がなさすぎる。また世界から笑われる気がする。犯人は日本人の子孫か？韓国人だわ、ボケー。事件の内容も把握できないやつがコメントするんじゃねえよ。この犯人の通帳をチェックしてみろ。そうすればこれをやらせたやつがわかるはずだ。なるほど。実行犯はお金目当てでやったに過ぎない線もあるな。依頼したクソ野郎は別にいるのか。もう、こんな銅像は撤去しろよ。夜とかに遭遇すると怖いんだよ。こんなものを設置するより、国力増強に情熱を注ぐべきだ。国力増強はそんなに賛成じゃないけど、撤去は賛成だな。夜の少女像は怖すぎるから。中立のふりして、日本人叩きとかみっともない。言いたいことがあるなら、ストレートに言った方がいいと思う。また異常なほどの親日韓国人の仕業か。韓国には極端な反日と極端な親日しかいないのか？うん。確かに二極化してる気もするね。何なんだろうね、この国民性は。日本人のふりして犯罪を犯したり、日本人のふりして韓国大好きとか言ってみたり、マジクズやね。だからこの国に外国人は来てくれないんだよ。ふざけやがって。これは許されることではない。このバカ者には制裁を加える必要がある。こんなふざけた真似をする韓国人がいるとか、身の毛がよだつ。同じ国に住んでいるって考えると怖い。とても悲しい。慰安婦像に対するテロは厳しく処罰するべき。でも慰安婦って解決してるんだよね。撤去しないのはなんでなのかな？撤去すればいたずらされることはなくなると思うんだけど。少女像の服を切った人も、過去に落書きした人も、日本の戦争犯罪者と同類だ。平和を称える像だということを理解できずに、そんないたずらをする人間がいるなんて、悲しい。犯人は日本人だ。間違いない。なぜ日本人は慰安婦像を受け入れられないのか。韓国は日本から大きな屈辱を受けたというのに、政権も親日派に変わったことだし、ここらで一度、少女像はいるのかどうか、ネット投票とかで集計してみるのはどうかな？そうすれば、国民の声がわかるよ。以上が韓国の人々の反応でした。少女像そのものを評価する声が多く、それに伴って、既存に対する悲しさや憤りの声もあり、反響が大きいようでした。では、この件について、日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。過去に日本人が壊したように見せかけた事件もあったような。本当おぞましい考えをする人たちだね。何も関わりを持たなくてもこじつけて持たせてくるから危ない人ですよね。大統領が変わると全てが変わってしまうんですね。この国は、日本は政権変わったぐらいじゃそこから変えるのも一苦労なのにね。現政権にとって少女像は足かせにしかならないから、正しい歴史を少しずつ広げようとしてるんだけど、親中派がそれを許さないんじゃないかと勘ぐっています。誰も少女像自体には興味ないから、服が傷つけられても気づかないんだよ。今回気づいたのだって、イベントがあったからでしょ。
韓国人 YouTuber の国内事件を紹介する動画を見ても、一般韓国人の歴史認識がだんだんまともになっているように見えます。犯罪的なやり方については考えるべきとは言えますが、勇気ある行動、それ自体は評価したいと思います。本当にそうなのかな？なんか日本人に媚びを売っているように思えて、ちょっと気持ち悪いし、私は鳥肌が立ちました。まるで国宝のような扱いだな。もっと厳重に囲ったら？少女像製造者がこっそり傷をつけて修復費用をおかわりしようとしているのかも。設置主体がはっきりしないとか、実にあの国らしい。そんな少女像が140もあるのか、心から気持ち悪い。像が無秩序に増殖しているわけですね。これは知りませんでした。切り裂かれたんじゃなくて、最初からボロを着させられてたってだけじゃ。あの手この手で日本に気に入られて、どうにか金をもらおうって魂胆が透けて見えるな。銅の金属価格が上がっているからじゃないのか？要するに利益のために、置いた後に置いたものが始末に困るという呪いの像だな。後のこと何にも考えずに、その場の感情に任せていろいろやらかして、結局自分たちが困っている。そういう芸風だと思えば、まあエンタメの一環として楽しめる。慰安婦問題が仮に事実だとしても、普通の感覚だと当事者は公にしたくないと思うんだけどな。被害者アピールの自演じゃない？抗議なら目立つように切り裂くけどね。素材がどうとか言われても、なんか塗装してあって嘘っぽい。関わらないのが一番。やりたいようにやらせてあげたら？信用するかは聞いた人の判断でよくない。少女像は嫌いですが、あの広い公園でポツンと一人で座っている絵面はかわいそうに感じた。せめて雨風をしのげるようにしてあげればいいのに。慰安婦像は宗教と同じか。宗教は基本うさんくさいけど、宗教の内容を見ると国々の主張と歴史が出てきて、それはそれで面白いからね。日本人が銅像を建てたりしたから真似してるんだろうね。セジョン市のこのバカでかい屋上庭園、いいなぁ。散歩したい。しかもこれ視聴者なのね。すごい金かかってそう。韓国のことって歴史問題や対韓国対応でマスコミなどなんやかんやとうるさいですが、正直、日本人としては、今も昔も一切どうでもよいというのが、本音だと思うんですよ。何かと言ってくるから、鬱陶しいって感じるだけで、日韓の関係なんて誰も興味ないし、正直仲良くしたいなんて思ってる奴は、まずいないでしょう。企業にしたって政治家にしたって、ただ、そこに利権があるから、ビジネスライクで付き合っているだけ。以上が日本の人々の反応でした。日々、韓国からの反日感情を浴びているため、呆れているコメントが多かったですね。少女像といえば、日本軍慰安婦被害者を悼み、歴史に対する韓国人の関心を呼び起こすため、各地に設置された造形物ですが、どうやら一部の人には、その意味がうまく伝わっておらず、いたずらをされたり、不満の吐け口にされているようです。今回の事件だけでなく、過去には10代の韓国の男子大学生がテジョン市に設置された少女像に日の丸と旭日旗を持たせてスマホで撮影。旗はすぐに回収したそうですが、通りかかった市民に通報され、警察官に任意同行を求められたということもありました。この少年が行為に及んだ動機は、俺は韓国が嫌いだ、日本が好きだから日本人になりたい、人に注目されたかった、というもの。韓国人からすれば、非常識も甚だしい行為かもしれませんが、法律に違反したわけでもないので、この少年は無罪放免となりました。また、別の男性は少女像の唇に自分の舌を当てている写真を、
ネット上にアップし大炎上。その男性は慰安婦少女の唇を舐めてきました。決して性的な行為ではなく、中国からの PM2.5 をきれいに掃除してあげるという意味だから誤解しないでほしいと書き込んだものの、それを見たネットユーザーからは、こいつを韓国から追放しろ、 PM2.5 よりお前の口の方が汚い、舌を抜かれたいのかなどと非難が殺到しました。さらに数ある少女像の中でも最も注目が集まる在釜山日本国総領事館前の少女像は、何者かが少女像にチェーンロックで自転車をつないだまま放置し、一時期駐輪場に成り下がっていました。少女像を管理している市民団体が工具でチェーンロックを切断するも、警察からは自転車の持ち主に対する財物損壊罪にあたると注意され、韓国内で議論を呼んだようです。ここまで来ると少女像の存在意義自体を疑いたくもなりますが、実は少女像を好意的に受け取っていない韓国人は少なからず存在します。過去には少女像撤去時の反対デモがうるさいし、交通渋滞がひどくて腹が立ったという理由で、40代の男が少女像周辺に掲げられた横断幕を引き裂き、ネット上には少女像にはもううんざり、政治に利用された時点で意味がなくなったといったコメントも多く見受けられるようです。今までいたずらが何度もあった少女像ですが、尹政権になってから増えていると感じる韓国人も多いようです。韓国は今後どのような対処をしていくのでしょうか。今回は隣国人が日帝時代がなかったらと想像するだけで恐ろしい、我々は間違った歴史を学んでいたと真実の歴史を直視して愕然としていましたので、ご紹介いたします。お隣の歴史の授業は史実を伝えることはしないようで、日本との間に起こった歴史に関していい大人になってからその真実を知った方は、突然夢から覚めてこれまで現実と思っていた世界が幻だったのかと愕然とすることもあるそうです。そんなお隣の方々の驚愕ぶりをご紹介する前に、皆さん隣国がいつ建国されたかはご存知ですか。実は1948年とごくごく最近なんです。現在の渓谷に至るまでにどんな道を歩んできたのか、現地では侵略とまで言われていますが、日本の介入があった少し前からおさらいしましょう。918年から1392年まで続いた高麗という国家の恭賓王を引きずり下ろし、軍人だった李成桂が高麗王に即位し成立したところから始まります。このようにクーデターともいえる強引な形で成立したのです。そして李成桂は翌年、中国の明から朝鮮王代理といっても実質的な朝鮮王に任命され、朝鮮という国号を受けたまわります。お墨付きをもらい君主の仲間入りを果たした李成桂、しかしすぐには中国皇帝とお近づきになれず、皇帝が認める作法と呼ばれる君臣関係にはなれませんでした。その8年後、明から正式に朝鮮国王として認められ、中国皇帝と君臣関係を結ぶことになります。ついに憧れの作法サークルに入ることができたのです。しかし喜んでばかりもいられません。作法国の役目を果たさなければ金銀財宝、牛や馬など献上、ひいては世継ぎに関しても皇帝の承認なしに決めることができなかったといいます。中国の王朝が明から清に変わった17世紀以降も、変わらず李氏朝鮮は中国王朝の作法体制下にありました。安保と引き換えに搾取される時代が続きます。李氏朝鮮は中国王朝が続く限り戦火に見舞われることはありません。むしろ党派対立が内政への煩いで
常に東人派や西人派、北人派、南人派などいくつもの官僚が対立し、政権交代ともなれば対立する派閥の虚偽の謀反報告を受けた王による粛清が行われ、その歴史は血に染められています。1894年の日清戦争で勝利を収めた日本、後に日本と清国との間で結ばれた下関条約によって、李氏朝鮮は新王朝の作法体制からようやく放たれます。それにもかかわらず、朝鮮はロシアにすり寄った挙句、当時の王妃を殺されて、一時的ではあるものの国政を放棄する形になってしまい、これにより王権は失墜してしまいます。この時のわだかまりが後の日露戦争につながるのですが、それはまた別のお話。いろいろありましたが、近代国家としての形式的な独立や実質的な地位を得ました。そして李氏朝鮮は1897年に国号を大韓帝国とし、君主の号を皇帝と改めます。こうして右も左もわからないまま世界デビューを果たします。1904年の第一次日韓協約で日本人顧問が政府に置かれ、翌1905年第二次日韓協約によって日本の保護国となり、1907年の第三次日韓協約によって内政権を移管しました。こうした過程を経て、1910年8月に渓谷併合に関する条約調印によって大韓帝国は日本に併合され、朝鮮民族の国家は消滅しました。これらを踏まえて、隣国のネット掲示板に日帝時代と朝鮮時代を比較した書き込みがありましたので、続けてご紹介いたします。日帝が支えた朝鮮の景色を見ると疑問に思うんだけど、もしかすると我々は日本について悪いことだけを学ばされているのではないでしょうか。驚くことに、我が国には朝鮮時代まで山に木がなかったそうなんです。1902年朝鮮を訪れた日本の記者は、釜山から京村まで来るその間の山という山に木が一本もなかったと話しています。それだけでなく、インフラも未整備のものが多く、特に水処理の施設や対策は1905年の第二次日韓協約の直前の10月までに全く整備されていませんでした。渓谷政府と交代し、後の大正天皇の寄付をもって、ようやく本格的に公衆トイレの設置と道路の清掃作業が行われるようになったというから驚きです。この投稿を見た隣国の方からのコメントをご紹介していきます。日本がしたのは弾圧ではなく、朝鮮への祝福だった。植民地近代化恩恵論はわかるけど、他国の主権を奪っていったのだから、それはそれで問題なのではないかな。我が国の国民たちは日本を憎悪しなければならないし、日本は悪口を言われなければならない。日本を称賛しつつ自国も愛するじゃダメなのかな。なんで日本好きの国民に対して愛国心がないと非難するのだろうか。日本がいなければ原始的な未開国のままで、カンボジアやソマリアより貧しかった。日本が奴隷を解放し近代化してくれたのだ。台湾人は日本に感謝している。我々も見習うべきだな。日本信者野郎どもをすべて極刑にして日帝清算が必要だと考えている。日本は認める。歴史の事実は事実として受け入れよう。このような紙日本を罵る朝鮮人たちは一体。日本が本当にたくさんの人を生かした。お隣の人たちの中にはどうしても日本を認めたくない人もいますが、感謝の気持ちを持っている方もいましたね。さらに日本人の方からのコメントもご紹介します。余計な真実に目覚めなくていいよ。どうかそのまま断交に向かって邁進してくれ。まともなことを言うとぶったたかれる朝鮮の現実が垣間見えるね。何年か前に日本と併合してた時代は良かったとつぶやいた老人が撲殺されたよね。収奪どころかものすごい大量の金をかけて発展させて、
たった30数年で人口を倍にした。そんな短期間で倍になった国は世界中どこにもない。今にしてみるとものすごい無駄金を投資してしまったわけだ。併合時代を悪く言う、その時代を生きた朝鮮人はほとんどいない。なぜなら生活が豊かになったから。そもそも奪われたのではなくて渡したが正しい。 100% ではないが、日本の教育は基本間違ってないと感じる。こうも脈々と間違った情報で教育し続けられるのはある意味すごいよね。でもさすがにこれだけネットが広がり国際化してるんだから、気づく人がどんどん増えそうだけど、幼少期の教育ってそうは変わらないのかな。勉学も大事だが、最も大事なのは人間教育、道徳なんだな。そこが基礎だから、お隣には基礎がない。日本は朝鮮に頼まれてロシアから守り、写経や麻薬をなくし、文明を与えてる。まさに日本による祝福としか言いようがないのに、逆に恨みで返されてるし、その理由は一切ない。ただ、日本で働いた人が、そねまれないようにと、国に帰った際についた嘘が起源。いかがでしたでしょうか。中国よりも古い歴史を自慢していることもあるお隣ですが、まだまだ建国して間もなかったのです。5000年の歴史話はどこに行ったのでしょうね。そして歴史の教育は、やはり捏造&嘘がまだまだまかり通っているようです。国内を騙すのは簡単だとしても、世界的にそれが知れ渡ってしまうと、世界中から呆れられてしまいます。そこから国際的な問題に発生することもあります。友好関係は築けないまでも、あえて自国の評価を落とすような批判を行うのは疑問で仕方ありません。未だに国民に対して嘘のでっち上げ教育をしていることが問題の根幹ですね。子供は嘘と知らずに、日本人は生まれながらに悪い奴らだと教え込まれれば、大きくなり日本に対して反感を持つのは当たり前です。隣国には歴史を正しく国民に教育することから始めてほしいですね。そうすることが隣国自身の利益にもつながるのではないでしょうか。日本もほとんどの世界各国もお隣ほどの作り話を、しかも嘘の歴史を教科書にして教育している国はありません。こうやって少しでも本当の近代史を知る人が増えれば、日本の現状が理解できる人が増えるのは良いことです。動画をご覧の皆さんは、小さい頃に教えられたことや覚えたことが大人になって違っていたという経験はありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。